맡가세요. 人間道徳もっとそうだよ予想外のアクシデント以来魔力をそれをいや
わかった。そのこいつ。あら。レイブ。あ。陶器はオートマ。こたえつ。クマの。それを。そうや。わら。この。恐縮。わらわは共有す。おお。では。いいんですか。さすが勇者さん。さあ。ここは引くぞ。任せろ。受け。次よ。任せろ。ここは引くぞ。ここは引くぞ。くてござる。俺が相手だ。これ俺が愛。ここは引くぞ。行くぞ。ここは引くぞ。行くぞ。ここは引くぞ。俺が愛。ここは引くぞ。頑張ります。逃げましょう。クテのハイパイなのだ。行くぞ。ここは引くぞ。さあ知り添えた方が良さそう。ここは引くぞ。行くぞ。ここは引くぞ。行く。ハイファイなのだ。行くぞ。ここは引くぞ。行くでのハイファイなのだ。頑張ります。これってリーボなっ。ちこれでおめでとう。くてござる、あいまいなのだ。
お知らせでございます。先ほどゆえにな今読みよちょさて、うん、また二度とこのそのも呪い、うん、しかし、うん、は教会で習いました。私たちプリエッいや悪魔なんで魔力の現実どこ自身もうめんどこらというわ一日他に会えてうわらわえってそれさいそれあWe'll be right back.
をしてる。先を。そうな、つまりな、Thank you.
ここは引くぞ。前方に砂嵐だ。こっちに向かってくるぞ。そんな、どうしていきなり。理不尽すぎでしょうに。ぼやいてる暇があったら少しでも身を低くして捕まる岩とかを探すんだ。吹き飛ばされるぞ。みんな、なんとか。衣の中まですっかり砂まみれだけどね。シャワーが欲しいわ。よかった、誰も吹き飛ばされてなくて。これもドーズの警告のおか。ドーズ。はい、勇者といえば一つ尋ねたいわ。お主らが打倒を目的としている魔人とやらは、そこのマガマガしいエナジーの塊のことかい。気分はいかがかね、勇者たち。汗にまみれ疲れた君たちをねぎらおうと我が送った心尽くし涼風の具合は。余計なことすんにゃ。魔人のバカバカ。本当にムカつくわね。クンカさんもバニーヤさんも熱くなったら相手の思うツボですよ。わざわざ嫌がらせのためだけに姿を見せに来たのか、魔人よ。それほど暇ではないわ。無論目的は貴様らの抹殺よ。大地より入れよ、我が先兵。怒りの巨人、ノーマよ。勇者どもを粉砕せよ。さっさと片付けるわよ。あっ、お姉さんに任せ。準備はいい？まったく、とんだ魔力の無駄遣いじゃって。くてござる。私のソウル、今一つに。くらえ。女は度胸です。任せろ。俺に力を貸してくれ。私の全てを全員に全部捧げるわ。すべてのソウル、今一つに。うおー、そのままではいられない。でかい図体の割には存外ともろかったではないか。で戦ってるこっちとしてはかなりきつかったんですけど。そのような軽口を叩いていられる時点で我としてはかなりの驚きなのだが。ん？お、なんだ？もしかしてクンカたちの強さにびっくりして降参するのか？ざれ言をと言いたいところだが、認めぬわけにはいくまい。確かに貴様らは強い。初代の勇者には及ばぬもの。その後継者としてなら現時点でも歴代最強だと言ってよいだろうな。あら、それはどうも。まあ、それも当然のこと。その剣と衣に長年積み重ねられてきた
歴代の勇者と乙女たちの層を塵悪たとて積もればそれなりの力となる。それに貴様らは頼っているに過ぎ。負け惜しみだぞ魔人よ。お前の言う通り、俺たちは先代たちのソウルの力に助けられて戦っている。だがそれは託された力なんだ。お前に挑んで完全に打ち倒せなかった先代たちの無念、そしてそれ以上にいつかは必ず倒してみせるという世代を超えた願いの結晶がこの力なんだ。チリアクタなんて呼ばせはしないぞ。継がれしソウルは俺たちの誇りなんだ。イリス様によって授けられた祝福、希望をつないでいくための力なんだ。勇者様無知とは本当に救いがたいな。なんだと。ならば問おう勇者、それは本当に祝福なのか。我と戦う使命を背負って生まれ育てられ、叶わぬと知れば次の世代に全てを託す、それはむしろ呪いではないのか。バカなことを言うな。ギリシ様はそんなことを思ってはいない。なるほど、確かにその通りだろうな。イーリスは所詮はラルバだ。人間とはそもそも心の在り方が違う。あやつは分からぬのだよ。ただでさえ短い時しか生きられぬ人間にとって、生命というものがどれほど貴重かをな。世代を超えて積み重ねてきた思いは貴様らにとっては確かに重かろう。だがイーリスにとってはそうではない。永劫に等しき時を生きていく者には待つことなどいくらでもできる。望みが叶うまでいくらでもなら。大切なのは自身の望みが叶うことだけ。その過程で費やされてきた弱者の犠牲を顧みることなど絶対にありえない。貴様たちはただ利用されているのだ。そんなことは。騙されちゃダメだよレイン。ファルシア、イリス様はそんなこと思ってないよ。だって伝承や聖典にそう書いてあるか。語り継がれる全て真実だと言えるのか。そこには著述者の思惑が皆無だとか。だからってあんたの言葉も真実だとは限らないじゃないのよ。その通りだと。だが我もまたイーリスと同様、永劫に等しき時を生きていかなくてはならぬ存在。人間の貴様たちよりはむしろ正解に近い場所にいるのかもしれんがな。黙りなさいってば。止まってよ、お願い。だからダイソーにえげつない心理攻撃じゃな、魔人とやらよ。貴様は。だがの、まだこの者たちは我にとっては必要なのじゃ。ここで潰れてもらってはリサーチが続行できぬのでな。やれ悪魔。イエスマスター。マナーアセンブラーブルドライン介入展開アンチマジックフィールド。なんだこの力、ビジョンが維持できる。うせよ、ゲロウが。だから、勇者、これだけはよく覚えておくがいい。お前たちは歯車に過ぎぬ。魔人たる我に対抗するためだけにイーリスが作り上げたシステム、それを動かす部品なのだ。怖
われてもいくらでも取り替えのきく哀れな歯車なのだ。